おはようございます。今ね、日記書き終わって、その後仕事をちょっとして、今日はこれから物件を内見しに行きたいと思います。ちょっとね、小さなスタジオが欲しいなと思って去年から探していたんですよ。で、ちょっといい物件があるので、この後見に行ってきます。まあ、そのスタジオで何をするかっていうと、私と彼が一人でちょっとゆっくり本を読んだりとか考え事したいみたいな時に行くよと、あとはね、自分のブランドでこれから物を発売していくにあたって作業する、そういうスペースに使っていきたいなと思って、で、今日はそれを見に行って、ちょっとカフェみたいなところに寄って、一人で仕事して帰ってこようかなと思います。なので、ちょっと外に出る準備をしなきゃいけないんだけど、このね、もうすぐ受注が開始するレーザーバッグに入れていきたいと思います。これが外にね、作業しに出る時にちょうどいいんですよね、バッグとして。なんか今までやりたいことがある時の方が毎日が充実してるって思ってたけど、やりたいことを見つけられない時の方が自分のやりたいことを探す時間とか自分の気持ちに向き合ったりするので、1日の時間が足りなくて、最近ね、朝早く起きてるのも、新しくね、興味があることをやる時間を割くためにはちょっと早く起きないと時間が足りないっていうことで、なんかなぜか早起きになっています。なので、結果的にすごく健康的な生活を送れそう、新しいルーティーンができそうな予感がしています。はい、荷物準備できました。パソコンとかノートとかヘッドホンとかいろいろ入ってますけど、バッグ自体が軽いのでこうやって肩かけてても肩が痛くなりません。これの発売も超楽しみ。早くね、皆さんの元に届けたいなと思っています。あ、やばい、もう出なきゃいけない。で、行ってきます。
1月ももう半ば後半に入ってきましたけど、1月の前半に初売りで購入したものを皆さんにここでシェアしていきたいと思います。もうね、去年ぐらいから私はマリメッコのね、お洋服だったりとかホームコレクションとかもたくさん集めてるんですけど、まあ、今年もね、マリメッコの服とかホームアイテムをどんどんね、集めていきたいなと思っています。で、今回セールで以前から気になったものがいくつかあったので購入してきました。じゃあまずはこちらからスリッパを購入しました。これパイル地のスリッパでね、クッション性があってすごくね、履きやすそうだなと思って購入したんですけど、このね、キウェットだったかな、この丸い柄可愛いですよね。おうち時間の足元もおしゃれにしたかったので買いました。とあとはこちらのニットを購入しました。これもね、セールで半額ぐらいになったんですけど、もともとね、ネットで見てて気になってたんですけど、ちょっと派手すぎるかなって思ったんだけど、着てみたらね、意外とそんな派手すぎることもなく、でもちょっとこうビビッドカラーで着てて元気になるようなこのカラーリングが可愛いなと思って買いました。今年ね、なんかもうすごいピンクに目が行くようになっちゃって、ピンクのアイテムをね、珍しくいろいろ買ってきたりしています。はい、見えるかな、こんな感じです。これね、XS サイズで、まあ私のジャストサイズなんですけど、自分のピッタサイズでもオーバーめに作られているニットです。スリットが入ってて、ちょっとお尻のところが若干長くなってるデザインです。結構ビビッドなピンクと赤のボーダーじゃないけど、そんな感じの柄が入ってるニットなんですけど、こういう風にデニムに合わせたら結構カジュアルに着れるから可愛いなと思って購入しました。はい、ニットの感じはこういう感じです。着ててすごく気持ちがいい。あのね、マリメッコのニットは本当に生地の質が良くて高級感もあるし、着心地も良くてへたれないから、本当に冬の時期のこのマリメッコのニットおすすめです。あとはちっちゃい細々したものなんですけど、靴下を買いました。3足。あのマリメッコのね、靴下めちゃめちゃいいんですよ。ほんとね、さっきのニットと同じなんですけど、この靴下も生地がね、すごくよくて丈夫でへたれないし、あとはこういうね、柄物の靴下って今まであんまり履いてこなかったんだけど、最近はちょっと裾が短めのデニムを履くようになって、デニムからこうチラッとね、靴下が見える、そういうシーンが多いんですよ。そういう時にちょっと靴下がちょっとね、こういう感じで柄物だったりとか、あとはこう色物だったりすると可愛いってことに気づいて、で最近こういうちょっと派手めな柄の靴下を集めています。あとはウニッコ柄の大きめのヘアクリップを購入しました。大きいのと小さいのがあったんですけど、私は髪が多いので大きいものを選びました。作業するときとか髪が邪魔なので、こういう感じでハーフアップにしてるんですけど、このクリップもめっちゃ可愛いんですけど、これは去年オーストラリア旅行を共にしたそのかちゃんがオーストラリアの後にくれたコアラのクリップです。めっちゃ可愛いですよね、これ。これもお気に入りなんだけど、クリップ大好きだからいろいろ集めてて、こういう感じです。めっちゃ可愛いですよね。多分こういう風に髪をアップしても、ちょっと適当ですけど、止めれます、ちゃんとここで。まあそんな感じでこのヘアクリップを購入したんですけど、まあこのまま使うのもすごく可愛いんですが、ちょっとね、このクリップをラインストーンでキラキラにデコったらもっと可愛くなるんじゃないかと思ってラインストーン買ってきたので、こちらのクリップを変身させていきたいと思います。キワ製作所っていうね、ハンドメイドのパーツが売ってるショップでラインストーン買ってきたんですけど、今回ね、この黒のヘアクリップでこの花びらの部分を黒にして、そしてこの若干透けてる部分、こうクリスタルのラインストーンを置いて、そしてこの真ん中の丸のところに黒、そんなね感じにしたいなと思ってます。なので花びらの部分に黒のラインストーン、そして中央の部分にこちらのクリスタルのラインストーンを敷き詰めていきたいと思います。可愛くできますように。
ました。キラキラ。やった。初めての水餃子作り。ありがとうございます。いただきまーす。どうぞどうぞ。すごいね。すごいね。見た目は本当に台湾で食べたやつと同じだ。うん。おいしい。うまっ。やっぱ台湾屋台のおじちゃんおばちゃんの包むスピードってすごいね。すごいね。なんやろ、下味が薄かったかな。おいしいよ。いやいや、高みを目指す。なんか中のお肉ももうちょっと水分味があった気がするね、うん、やっぱ白菜かキャベツか入れた方がいいね、うん、to our town. There's darkness.
I got no drip in my pocket. Must have forgot it, or maybe I already lost it. Don't got enough to go cop it. I'm about to take off like a rocket. Houston, we might have a problem, but that don't mean money will solve them. No, that don't mean money will solve them. Woke up dreaming other commas, and I got $100 in my wallet. I've been trying to make it, do it for my mama. Ain't with the faking, never with the drama. She said that I'd make it, now I gotta honor that. Replace a Honda with the fucking Model X. Replace my ex.